様は正門からのご入場となっております。じゃあこっちお願いします。しまーす。はい、待ってください。すいません、はい、次こちらお願いします。はい、行きます。はい、ありがとうございます。行きます。皆さん笑顔で行きましょう。はい、行きます。はい、なんか足腰良さそうですね、バード君。第69代横綱白鵬、最後の取り組みになります。
コーラグループ代表取締役社長鈴木正孝さん。マハト君が今何かを手渡したり、そして挟んでおります。マハト君、左手下げて、左手下げて。そして土産の方、白鵬のお母さん、ブラジルを出すタミル様にハサミを入れていただきます。今日はお母様の誕生日です。仙台宮城の館、間垣誠司様です。ところが全部暗記してきました。本日は白鵬引退宮城の周辺広大相撲に大勢の皆様にご来場していただき本当にありがとうございます。20年の歴史人生の中で横綱を務めた14年間皆様に夢と希望と勇気を少しでも与えてられた相撲人生であれば私は本当に幸せ者だと思います。今後親方として
300年の伝統を持つ宮城の襲名し、相撲道発展のために一日も早く横綱大関を育て、ファンの皆様に恩返しできるように一生懸命精進努力し頑張るつもりです。本日は誠にありがとうございました。令和5年1月28日宮城の勝。なんか若くなってきたぞ。結構長い時間なんですけど、何考えながら座ってたんですか？いや、その一人一人とのこのハサミ入れた人の思い出、それがやっぱりこのフラッシュバックというか思い出しながらいましたね。ただもう気持ちの整理がなんかつかないというか、なんか行ったり来たり飛んだり跳ねたりっていうか、浮き沈みが激しかったね。やっぱりこうね、その長い年月で、まあ、同じ思いで戦ってたし、そしてまあ土俵離れればね、どうやってまた大相撲を良くしていくかっていう、1年365日それは考えてますからね。まあ、あとお父さんの代わりに、まあ、代理みたいな感じでお父さんの写真を持って朝見入れに来ましたけど、まあ代理というか親父に見守りながらっていうね、それですよね。本当は一番お父さんにハサミをもらいたかったと思います。まあそれがね、できたもんならそれが一番ですけど。最後自分の体から曲げが切り離される瞬間というのはどういう感じ？体の一部がなくなった感じでした。はい、完成です。よし。てっぺんがね、思ったより短かったんで、でも徐々に伸びていきますから。ああ、よう頑張ったっすね。ありがとうございました。お願いします。